K27-28 次列車は、中華人民共和国の首都北京と、朝鮮民主主義人民共和国の首都平壌を結ぶ、中国鉄路総合市北京鉄路局と、朝鮮民主主義人民共和国鉄道省、平壌鉄道局が運行する優等列車である。北朝鮮国内では51.52列車と、称される。K27 28次列車は1954年5月21日に運行を開始し、車両は中国国鉄 25G 系客車、中国国鉄 25T 系客車及び朝鮮鉄道30系客車が使用されている。K27-28 次列車は中国と北朝鮮の首都同士を結ぶ唯一の国際列車であり、K27-28 次列車は 丹東やその周辺の都市だけでなく、朝鮮半島と河北地区の経済発展に重要な作用を果たしている。経路は京子線、津山線、新山線、新丹線を通った後、中朝遊戯橋を越え、北朝鮮に入り、平城線を通過する。通過する自治体は、中国国内では、北京市、天津市、河北省、遼寧省と4つの省都市で、 北朝鮮国内では、平安北道、平安南道、平安直轄市と3つの道都市である。北京駅から丹東駅までの中国国内区間は毎日運行され、丹東駅 K27 時列車の所要時間は13時間48分、北京駅 K28 時列車の所要時間は14時間である。乗務員は、北京鉄路局北京客運団系丹列車隊が担当している。 北京駅から平壌駅までの国際列車は週4本運行され、編成中の2両のみが国際列車として平壌まで運行される。乗務員、車両ともに中国と北朝鮮で週2本ずつ担当し、平壌行きの所要時間は23時間33分、北京行きの所要時間は22時間59分である。なお、北朝鮮国内では列車番号が変更され、 K27 次列車は52列車、K28 次列車は51列車となる。北京の中国鉄道博物館にある大陸洋深大展望車朝鮮と中国を結ぶ鉄道は1911年11月1日、暴力公共量が建設されたことによって運行が開始された。1913年10月には日本の各駅から関府連絡船、京府船、 京議線と南満州鉄道を経由して、北京や天津までの国際連絡運輸が開始された。1938年10月、富山駅と北京駅を結ぶ急行列車、大陸が運行を開始し、翌1939年11月には、大陸の姉妹列車である、急行、コアが運行を開始した。1940年当時、富山北京間の所要時間は、 大陸が37時間30分、講和が39時間30分であったが、第二次世界大戦の戦況悪化に伴い、大陸は1944年1月、講和は1945年8月にそれぞれ廃止された。その後、ソ連対日産戦や国境内戦、朝鮮戦争の勃発によって、朝中直通旅客列車の運行は途絶えていたが、 朝鮮戦争休戦後の1953年12月16日、北京で中朝鉄道連絡運輸会議が開催された。この会議で双方の代表は中朝国境鉄路協定に署名し、協定によって北京平安直通旅客列車を1954年6月までに中国の車両と乗務員によって運行を開始することが決定した。 1954年4月1日、中朝国境鉄道協定が施行され、北朝鮮国鉄は国際連絡運輸の取扱いを開始した。同年5月21日には、北京、安藤間の中国国内区間で先行して運行が開始された。列車番号は13、14時で、車両と乗務員は北京鉄路局が担当して毎日運行された。 そして1954年6月3日、13、14時列車の編成のうち、南伏せ車2両、高座車と荷物車、各1両の計4両が、平壌直通運転を開始した。13、14時列車の走行距離は1364キロメートルで、北京平壌間を毎週に往復した。1955年2月1日、 中国とソ連の鉄道代表団がハルビン氏で会談し、モスクワ・ピョンヤン間直通旅客列車の運行について話し合った。その結果、新洋安藤間で該当車両の試運転が行われ、モスクワ・ピョンヤン間を直通する客車は新洋駅で分割、併合し、新洋ピョンヤン間は13、14次列車と並結して運行されることが決定した。 1957年11月15日、13、14時列車のうち北朝鮮直通編成が南伏せ、高伏せ、各一両に変更され、1959年6月11日には列車番号が13、14時から27、28時に変更された。さらに1981年10月11日、27、28時列車の列車種別が、 直回列車に変更された。1982年11月23日、中国、北朝鮮、モンゴル、ソ連の4国が、モスクワで、鉄道国際連絡運輸、旅客列車時刻表取決め会議を開催した。この会議によって1983年以降、27、28時列車の北朝鮮直通編成は、中朝の共同運行とすることが取り決められた。 そして1983年10月10日、北朝鮮担当の第一列車が平壌を出発し、翌11日に北京に到着した。その後、毎週に往復の国際列車を中長で、それぞれ1往復ずつ分担することになったが、1985年4月1日に27、28次列車は、毎週に往復から4往復に増発され、 中朝の担当列車はそれぞれ週に往復ずつとなった。2000年10月21日、中国鉄道部は第3次大日下げ速を行い、27、28時列車の列車番号が現行の K27、28時に変更された。2008年に行われた北京オリンピックの後、北京鉄路局は2008年9月12日から K27、 28次列車の車両を、旧来の 25GK 客車から 25TK 客車に置き換えた。しかし2014年11月16日、北京鉄路局は K27、28次列車の編成のうち、中国国内止まりの車両 25GK 客車に戻した。モスクワ・ピョンヤン直通客車は、新洋駅で北京行き系20次列車から切り離され、 ピョンヤン行き K27 次列車に併結して北朝鮮に入り、ピョンヤン到着後は北京行き K28 次列車に併結して新洋駅まで戻り、k 通8次列車から切り離されて一晩待機した後、モスクワ行き K19 次列車に併結してモスクワまで運行されていた。モスクワピョンヤン直通客車の利用率は高くなく、その上遅延が常態化していたため、新洋駅での分割。 併合が困難ととなることもあった中国は直通列車の廃止を主張したが、北朝鮮はこれに断固として反対した。この問題について、2010年12月20日に、ロシア、中国、北朝鮮の三国の間で合意がなされ、モスクワ・ピョンヤン直通客車のボストーク号及び、K27、28次列車への並結が取りやめられ、モスクワ・ピョンヤン直通客車は、 ロシア国境の破産駅を経て、ウスリスク駅からロシア号に併結されて運行されることが取り決められた。2020年、北朝鮮当局は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行が国内に波及しないよう、国境を事実上閉鎖した。ロシア間の K27、28次列車を含むすべての国際列車もすべて運行が停止されている。 北朝鮮担当の客車。2014年に車体の塗装が変更された K27-28 次列車が現在使用している車両のうち中国国内止まりの編成は北京鉄路局北京車両団所属の2 5 g 系、客車である。北京担当間を16両編成で運行し、内訳は高伏せ車9両、高座車4両、南伏せ車、 食堂車と荷物車が各一両である。北京平壌間を直通するのは、南伏せ車と甲伏せ車各一両のみで、中国国内泊まりの編成に並結され、担当で切り離し作業が行われる。そのうち月曜日、木曜日北京発の列車と水曜日、土曜日平壌発の列車は、中国の担当で、使用車両は中国国鉄の25 t 景客車である。一方、 水曜日、土曜日北京発の列車と月曜日、木曜日平壌発の列車は北朝鮮の担当である。使用される車両は南京裏鎮車両省で製造され2 5 g 系客車と企画が同一の朝鮮鉄道3 0系客車である。K27、28次列車の乗務員は中国側は北京鉄路局北京客運団。 国際連絡運輸列車隊が担当し、隊の元に設けられた各班ごとに、毎週に往復乗務している。一方、北朝鮮側は、平壌鉄道局が担当しているが、平壌北京直通列車乗務員の競争率は、高く、乗務員の任期は2年に、制限されている。計28次列車を牽引する、HXD3D 型1921号機関車。 HXD3D 型は SS9 型を代替した北京南駅付近を走行中の k 2 7時列車。牽引機は SS9 型01055である。2005年11月17日0時50分、北京発担当域 k 2 7時列車が近州南駅と板金北駅の間を走行中、機関車の後部に両目の空調発電設備から発火した。 乗務員は消火器を使用したものの沈下できず、乗務長の判断で列車を緊急停車させた。この火災によって、旗新旅客専用線、下り百759号から761号河川柱が焼き切れ、河川も火災によって損傷を受け、車両一両が損傷したが、怪我人はなかった。畑新旅客専用線の下り線は、その後、四時間二十分にわたって、 運転見合わせとなり、5時10分に運行を再開した。事故原因は、乗務員が発電設備についての規定を知らず、当該車両の送油管からの石油漏れについて、適切に修理できていなかったためである。ありがとうございます。